今日は30分ぐらいで配信終わってお風呂を頑張りたいなと思っています。ちょっと今すぐお風呂に入る気力がなくて、30分ここのショールームでお風呂の時間を引き延ばそうかなっていう、そんな感じです。こんばんは、パちゃんです。わあ、今日はもうちょっと動体視力ダメダメだからギフトが追いつかないよう。わあ、ありがとう皆さん、コウモリ、カッパイスやお疲れありがとうございます。ハートもありがとうございます。いー、ただいまー。ユミリンさん、ココアさん、パーコ、ユミリンさん、ココアさん、パーコは今日は2公演でございまして、途中さで夜公演のユニットの時に2サビかなんか大サビかな、パッてパッて意識がどっか行った時があって、はいってなって、その時は焦ったんですけども、なんとか無事に帰ってくることができ、ポンってなってね、なぜか振りを一回もその間違ったとこないとこで反対向きに振りをやったの、はいってなって、その時に睡眠の大事さを感じた。こんばんは。今日はね、昨日の生放送終わって、生放送前にリハーサルとかあってさあ、そんで空き時間がねあったから、マイカーのノアピーは昨日いなかったんですけど、ノアピー以外のメンバーリコちゃんも付き合ってくれて、今日の公演の練習をね、あのフジテレビさんのリハーサル室の鏡の部屋を撮ってあったから、そこ借りてやって練習したりとかして過ごしてました。でさ、リハから帰ってくるたびにメール送ろうとしちゃうの、癖で。リハが終わったよってメール送ろうとして、あ、違うやん、もう送れない時間やんって、それ 2,3 回繰り返してた。放送終わった後とかも、ありがとうって送ろうと思って、あ、違うじゃん、もうメール送れないじゃんと思って、で、あの X もさ、いや寝てる方が多いだろうし起こしちゃうかなと思ってすごい悩んだんですけど、他のメンバーあげてたから、あげちゃえと思って4時くらいにあげちゃいました。通知がいった方失礼いたしました。夜分遅くかもう朝早くかわからないですけど、ありがとうございました。そう、こんばんは。またね、あのユミリンさんが卒業される前にいろんな場所で披露できる機会があるな、やるといいなと思うし、卒業された後でもこの曲を披露できる機会がたくさんあったらいいなって思います。リアタイしてくれたのありがとう。にゃんにゃん自己紹介よ、あ、ありがとう。にゃんにゃん自己紹介、無茶ぶりパセリやった、今日はありがとう。こんばんは。大好きがました、本当かい、ありがとうね。また来月は生誕祭もありますので、今日もう生誕T着てる方がいたの、お見送りで。早ない、早っと思ってびっくりしちゃいました。今日来たらしい、今日届いて今日早速着てみたらしい、一番乗りの方いた。生誕当選、イエイ、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。あのいつもの DMM のスタッフさんとかにも、カメラマンの方々にも、来月よろしくお願いしますって、今日帰ってきたから、あのいっぱい可愛い服撮ってもらいましょうね。今日ねお団子してたんですよ、頭の上で、でほどいた時すっごい髪がさ、お団子する時って髪をアップにしてポニーテールにして、それを三つ編みを何本か作って、でぐるぐる巻いて、それをピンでいっぱい留めていくんですけど、だからさ
汗をかいて三つ編みして汗をかいたらその形でくねくねなるんですけど、それをメイクさんがほどいてくださってここまで戻してくれたの。めっちゃもうすごい癖毛かなってぐらいくねくねしてた毛をね、この状態まで戻してくれたおかげで帰りの移動車の中で爆睡できました。わーありがたい。もうメイクも落として帰ってきたいぐらいだったけど、さすがに我慢しました。メイク落としあったけど我慢して、今日はお風呂頑張ります。あー10周年衣装、あ間違った、10周年衣装じゃない、10枚目の衣装ね。そういっぱい見てくださいね、これからたくさん着れる機会があるといいなと思います。 PR 舞台の衣装もたくさん着たいし、自分の名前が入ってる衣装っていうのはねいただけることって限られてるので、皆さんにたくさん間近とかでも画面越しでも見てほしいなって思います。お楽しみに。こんばんは。あとね、MV が日曜日、じゃあ間違った、月曜日、あさって MV 公開されるんですけど、そのティザー映像で15秒のミュージックビデオちょい見せみたいな動画が今日公開されてるので、よかったらチェックしてみてください。こんな感じなんだなって。多分 MV の撮影場所を予想してる方がいたと思うんですけど、ジャケ写からジャケ写の場所とかで撮影したのかなと思った方いるけど大外れなのでまあぜひそのティーザー映像を見て、あれこれはどこなんだっていっぱいねいっぱい考えてみてください。でもなんかリプランとか見た感じ、あここだって気づいてる方いた。そう今日は早く寝る、明日もあるの、もうね明日もね結構長めなので今日は早く寝なきゃ。こんばんは。えそう、え曲そう、つるくさん、え、そうなの、つるくさんだったの。メンバーも多分私以外のメンバーもそういう話をしてて、昨日の楽屋で、え、この曲つるくさんだったのみたいな。そうそうなのよ。うん、だってそういうのは出るまで分かんないんですよ。びっくりだし嬉しいですね。 ST のことすごく好きでいてくださってるから。いや私は知らなかった、知ってるメンバーもいたのかな。でも昨日楽屋でも知らん、えみたいなびっくりしてるメンバーの声聞こえたから、それで知りました。私は聞こえてきた声で知ったから、でも私以外にも知らない子いた。そういうのは来ないですね。そういう誰が嫌な、私たちが CD のレコーディングするときには来てなかったと思うから。疲れ様です。こんばんは。もうねこの2日間っていうか、昨日の夜中とかもお弁当が出てて食べたりとか、銀だこの差し入れがあったりして、ちょっと明日パーンってなりそうな予感がしてる。怖いです。ちょっとちょいと怖いでございます。こんばんは、銀だこいっぱい来てたんですけど、一玉食べました。一丸なんて言うんですか、一玉、一たこ焼き食べました。美味しかったです。そうまつげまだまだまだ持ちそう、卒コンまで持ってくれそう、マツパ。だから生誕前にかけ直して、マツパバチバチまつげで可愛く映りたいですね。生誕さん、生誕ティーゲットしてくれてありがとう。パセもゲットしたの、早くお揃えできようね。
きよね。今日アイスは朝の6時半に空港で食べました。今日朝の6時半に空港でアイス、あの自販機のセブンティーンアイス買ったの。いつぶりのセブンティーンかっていうと、あの PR 舞台の MV ぶりだから約1年ぶりにセブンティーンアイスでコンビニで。そう、早いでしょ、朝6時半。違うよ、あのね、コンビニに朝、今日のそのホテルに着いたのが MC でも言ったんですけど4時とかで、でももう5時半にはホテルの部屋出なきゃぐらいの感じだったんですね。だから2時間ないぐらいの滞在時間で、コンビニに朝ごはん買いに行きたいけど、もう出る気力もなくて、お風呂上がったらもうベッドでへえってなってて、で X 投稿してとかしてたら時間が思いのほか過ぎてしまって、じゃあもう空港で買うかと思ったけど、空港もさそんなあちこち空いてるわけじゃなくて、すごい人も多かったからコンビニ行けなくて、どうしようどうしよう、食べるものがないって時に見つけたのがセブンティーンアイスの自販機でした。だからそこでセブンティーンアイスを買って食べて、で、あの、そう、山口のね空港でね、今日のパセの朝からあった災難聞いてほしいわ。あのね、空港山口着きました。でさすがに朝ごはん食べとこうと思って見たけど、おにぎりとかいっぱいあったんですけど、あのご当地もの食べてみたいなと思ってね、明太子とチーズのなんかちくわみたいな、あのかまぼこ有名じゃないですか、だから練り物も結構山口有名で、そのねちくわを買ったんよ、3本入りみたいな、600円ぐらいで買って、でレジ行ってお札を入れたの、1020円入れたんですよ、多分620円かなんかで1020円入れたんですけど、そしたらそのレジが壊れてしまって私のターンが来た瞬間で、0円みたいな、投入金額0円って言われて、え、私今お札入れたんだけどと思いながら、しかも財布にお札1枚しかなくて、普段お金を持ち歩かなすぎてさ、唯一のお札だったんですよ。でそれが吸い込まれてっちゃって、で受付の方もなんか、いやいや、あらあらみたいな、どうしましょうどうしましょうみたいになっちゃって、すいませんって言って、どんどん後ろに並んでたメンバーたちが買い物を終えて、あの移動車両に乗り込んでっちゃって、やばい私置いてかれると思ってすっごい焦ったので、結局電卓で計算してくださって、その方がで、お釣り分だけお金もらって帰ってきたけどさ、そうびっくり、あってそんなレジが壊れるってそんな頻繁に遭遇するものでもないじゃないですか、だからすっごいね焦ったし、なんか申し訳ない気持ちにもなって、そう朝からそんなことがありました。で爆睡して着いたらもう会場だった。会場着いたらマイカ行くよみたいな、マイカリハ始まるよってなってリハして、そんで夜もリハして、今日はずっと動きっぱなしでした。いや本当に入れたんですよ、1020円、1020円入れたこと覚えてるんだ。電子マネーあるよね、たまにエラー起きるとき、あとさ駅とかすっごい人混みの中の電波悪いときにさ、あのレジでバーコードが開かないとき焦る、バーコード決済。わあ。そう今日は一日稼働したなっていう、いやなんか夢みたいな、なんか売れっ子芸能人みたいなスケジュールで、すごく楽しかったです。でも楽しいしすごく充実してるのだけど、やっぱりもう睡眠の大事さを感じた。そうなんですよ、音楽コーナーの出演でした。あの昨日の配信でさ、どのぐらい出演するか分かんないんですよねみたいなショールームで言ってたんですけど、そのなんか当日になって音楽コーナーのみっていうのに
なって分かったから、みんなもさ夜更かし付き合ってくれた方めちゃくちゃ持ってくれてましたよね。まだかなって、ありがとうございます。本当にありがとう。え、そう、広島駅電波あると帰る、そうなんよね、コンビニとか。ね、サヤンと村重さんが会話しててほっこりしちゃった、ニコニコしちゃったよ。あ、朝見てくれたの、ありがとう。寝落ち組、放送地域外組もありがとう。ね、ココアさんっていろんなお友達がいるんだなと思いました。すごいよね。まあ、こんばんは。今日はね、差し入れでシュークリームいただいたんですよ。なんかお菓子屋さん、お菓子屋さん、ケーキ屋さんのシュークリーム食べました。え、今日朝からずっと胃が痛いんだけど、胃がね、胃を雑巾みたいにこうやってねじってるような痛みがずっとあるんですけど、これは一体何なんだろう。緊張かな。どこのシュークリームか分かんない。あのね、3箱か4箱ぐらいあって、その1つの箱に10個ぐらいシュークリームが入ってました。16人のメンバーと、あとはあのスタッフさん、カメラマンさんとかも食べてたし、私はソラハさんの分も持って帰ってきたし、めちゃくちゃあって最高だった。嬉しすぎる、嬉しかった。おしゃれケーキ屋さんぽかったです。あとマネージャーさんがね、あのポテトを買ってきてくれました。大量の、メンバーみんなで分けてくださいねって言って大量のポテトを買ってきてくれたんですけど、もうマイカーの出る時間で名残惜しくさよならした。あ、ちょっとだけつまんで、あ、本番行ってきますって言って、本番終わって帰ってきたらもう冷めちゃってた。ポテトさ、冷めたポテトさ、トースターにアルミホイル敷いてポテト乗っけてチーズ乗っけたら美味しいよなね。持って帰ってきてるか。そう、ソルハさんとウキさんは先に帰ったんですよ。そうなんですよ、帰っちゃった。え、月で拾った卵ね、今回は食べてないんです。でもお弁当は予想通り中華だった。あの会場、ライジングホールのライブの時、いつもお昼中華だからね、楽しみなんですよね。今日もしっかり食べました。胃が痛いなと思いながらも、朝から胃が痛いのにこれだけは食べなきゃと思って、絶対に食べるぞって言って食べたら余計胃が痛くなっちゃった。エビチリとか入ってて美味しかった。え、そうだよ、ま、え、あれだよ、あの今日の夜公演の出演メンバーは朝からいたんですよ。ずっと待ってくれてたんです。あの番組出演組も、番組出演組も同じ時間、リコチとかもそのマイカー出るメンバーと同じ時間に飛行機乗ってたし、あとは広島から来る組 もうマイカーの入り時間に合わせてみんなで入りました。何にユミリンさんのショールーム、なんだなんだなんだ、何何、気になる、教えてよ。そう、ずっと待っててくれたけど、もうみんなみんなが部屋で寝たりとかしてました。そう、褒められてるの私、なんで私褒められてるんですか。ユメリーさん褒めてくれてるの、ユミリンさん、ユミコさん、そうだよ、ずっとヤンちゃんとか寝れたのって言ったけど、うん、ずっと起きてるよって言ったからさ、私に感謝してるって。あ、マイカのメンバーに、いやいや、こちらこそですよ。ユミリンさんが
あの自主練やろうって言ってみんなで確認できたから、こっちも久しぶりだったしね、お互い様ですよ。全然こちらこそです。ゆみりんさんが今一番忙しいからね、取材もあるし卒コンのあのいろいろ覚えることもやっぱあのメインだからさ、ゆみりんさん卒コンだから、ゆみりんさんはやっぱ誰よりも多く映るわけじゃないですか。だからそういう忙しい中ね、毎回そう1年ぶりのポジションとかもあったりする中ね、お疲れ様ですよ。体調ね、ゆみりんさんが体調崩しちゃったらもうね大変だから、ゆっくり休んでほしいなと思います。だってさ一人仕事とかもたくさんあるしさ、本当に大変な時期だと思うので、普段よりさらに、普段からお忙しいのに今とか特にね大変な中だからね、ゆっくり、多分ゆっくりする暇ないと思うんですけど、明日も卒コン終わってからもね大変だろうし、いろいろ。パセリ生誕だった、あーやったね、やったじゃん。なんかお腹がグロンってなっちゃった、お腹が、お腹、なんかお腹がね空いてんのか空いてないのか昨日の夜から分かんないんですけど、何なんだ、もうあの腹時計が狂ってます今。でもアイスをすっごい食べたくて、アイスを干してる。絶対に配信終わったら食べようと思ってます。早寝にハマりすぎて何もできてない。え、めっちゃいいじゃん。私もさあ今日喋ったよメンバーと、10時ぐらいに寝たいって、10時ぐらいに寝る生活してみたいって話したんだけど、絶対に無理、絶対にできない。そういうルーティンになったらさ多分寝れるんだろうけど、そのルーティンをさ体内時計を作るまではちょっと難しそうだよね。まずはもう30分には配信終わる予定だから、もうこの後はゆっくりします。お風呂入ってにゃーん。僕も当たりました。え、当たってることもいたけど外れたってこともいたんですよ。スペサポ枠でそんなことがあるのってびっくりです。生誕当選やったね。今日もお見送りで当選したよって方がいた、ありがとうございます。いや本当に今日はもう、いやでもねえ、ああ推し登録問題なの？そう、今日から申し込み始まってるので、外れちゃったよって方もまだまだ申し込めるので、ぜひお待ちしております。こんばんは。え、そう思った、今日のお見送り流れ早すぎてもうって感じだったんだけど、顔認識した時にはもう流されてるから、さあこっちに行った時にメンバー越しに「ああ誰だかさ」みたいな言ってさ感じだったんだけど、めっちゃ早かったよね今日お見送り。何だったんだ、すごい、特にマイカの時のスピードが早かったかな、ピュンピュンピュン。でも逆にさ、マイカは早かったけど花だれは人が密集しすぎてて早かった。マイカの方はヒュンヒュンみたいな、一人一人が小分けできたって感じだったんですけど、夜はぎっちりドド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 っていっちゃった。早かった、めちゃくちゃね。まあいつもと違うお見送りの会場だからね、ロビーでお見送りだからね。そう、なんかカーブだったんですよね、しかも
みんな推しメンめっちゃ探してた。葵さんのファンの方とかが「葵ちゃんどこ葵ちゃんどこ」って言って、もうね、あの今日は名前順の最後からお見送りだったんですよ。なのにもうあゆえおのとこに来て「葵ちゃんどこ?」って言ってる方がいて、もうそれぐらい早かった。そうなの、今日はあゆえお順逆からでした。ね、あれ難しいよね、見つけるの。いっぱいいるもんね。しかも今日ハロウィンコスプレだったし、あれってなるよね。生誕ティー、わー、生誕ティー届いた報告ありがとうございます。嬉しいです、とってもありがとう。いやそうだよね、ありちゃんさん一番、そうだよね、一番端っこだからもうね、見つけられない。パッて来たらもうすぐありちゃんさん、気づいたらもうあゆやまで来ちゃうから気をつけてください。寝れるかな、これからお風呂入ったら目が覚めそうな気持ちが。わー、ありがとう皆さん。また今週も、いや来週か、来週日曜日、日曜日からまたそこに向けて頑張っていきますので、皆さんも楽しみにしといてください。そつこ、それではそろそろ終わりたいと思います。配信ありがとうございました。喉がカサカサすぎて、え今日さマイカの時からもうリハからカサカサすぎてびっくりしてるんですよ、喉が。それじゃあ終わります。男女いきます。13位クワドリさん、12位ジロ君、11位サワッチョさん、10位ユウちゃん、9位シュンさん、8位下吉さん、7位ジンライさん、6位新一さん、5位カメさん、4位ワウワウさん、3位右田ピポさん、2位ヒゲメガネさん、1位流星さん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもしっかり睡眠とって、おいしいもの食べてゆっくり過ごしてください。ありがとう見てくれて、配信アイスも食べね、パセリもアイス食べるからね。またね、バイバイ、おやすみなさい。バイバイ、おやすみ、じゃあねー。